まあ、相変わらずね、うん、今日も渋谷に来てるわけなんですけど、うん、まあ、今日もパネル展なわけですよ。おお、まあ、乃木坂の東京ドームの円盤が発売ってことなんですけど、お、今日は珍しく、はい、あの衣装展示もあるんですよね。だから、はい、まあ、何の衣装があるのかとかも楽しみにしつつ、はいはいはい、あ、まあ、向かおうって感じなんですけど、うん、ここって多分まあ、センター街なんですけど、うんうん、なんか一時期バスケットボールストリートみたいな変わりませんでした名前。 あったあったあった。なんかあれどうなったんですか。どうだったんだあれ。なんか知らない間に変わるみたいになってて、全然もう定着してないですよね。そうだね、センター街で書いちゃってるし、うん。とか言ってるうちにもう来たよ。はい、入り口なわけですよ。はい、じゃあなんか行ってみますか。はい、行きましょう。スタヤに行って、うん、パネル展と、うんうん、衣装見てきたんですけど、おうおう、まあ、実際衣装は高山さんのね、うん、卒業で、着られてた衣装で、お、水色っぽい衣装でした ね、うん、青っぽいっていうか、やっぱ高山さんすごい青のイメージがすごいあるんですよね、うん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 、なんていうか、昔からそのセーラームーンが好きって、はいはいはい、そう青いキャラクター好きって言ってたり、うんうん、まあ、ただあの衣装はどこ行くんでしょうね、うん、思ったら多分着る機会多分もうだいぶないと思うんですよ。倉庫だよ。やっぱ止まってる倉庫みたいな。あ、でもさ、乃木坂大体全部店とか行ってたまにこういろんな資料とかを引っ張り出すイベントがあったりするんで、そういう時にまた出てくるのかな。次回その時見れるのかな。そうそうそう、だから大体全部店もいつだろうね、うんうん、マスター多分行ってたと思うんですけど、おうおう、だから俺も行きたかったんだけど、おうおう、まあ、行かなかったです結局。だから次回第2回があれば絶対行こうかな。うん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 。じゃあ今回の動画はこの辺にしましょうか。そうだね、うん、はい、というわけで、まあ今回も毎週やってるパネル展って感じでした。はい、はい、ありがとうございます。